そんなにヨハネを見つめて、一体どうしたのかしら、リトルデーモン。いつもと雰囲気が違う？夜のプールで、ヨハネの漆黒の力が増しているせいじゃないかしら。それに気がつくなんて、さすがはヨハネのリトルデーモンね。あと、髪型の影響もあるかも。いつもは片方だけど、今日は両方お団子にしてみたの。かわいい。ありがとう。何よ、不意打ちなんてずるいわ。泳ぐ時に邪魔にならないように髪をまとめたんだけど、こうしてプールで浮いてるだけでも満足しちゃってるのよね。ほら、この星のフロートで浮かんでいると、なんだか水上に降り立った星の気分を味わえると思わない？天界から地上に打点したヨハネとしては、こういう楽しみ方も悪くないなって思うのよ。でもやっぱりプールに来たからには泳ぎたいかしら。もう鈍いわね。あなたがどうしても泳ぎたいって言うなら、付き合ってあげてもいいわよって言ってるの。答えを聞かせなさい、リトルデーモン。